1年ぶりのあの法則にぴったり。久々の企画かな。飛んでる？飛んでる？ツバメ？ツバメだ。ツバメがいる店を繁盛してるみたいな。あれ飛んでない？この間よその番組でそれ使わせてもらいましたもん。ここツバメいるからめちゃくちゃ繁盛しますよ。ありそう。あった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 。ツバメの巣。そう前やったんですよ。ツバメの巣があるお店は気が良くて人が集まるっていう。この近くにあるんですかね。ツバメの巣っていうのはあそこの角のお店があると思うんですけど、そこのどこかにツバメの巣が。まあ、そもそもクリーム色で優しいですもんね。ちょっとくすんでるけどね。ここですか。ここのどこか。早速この屋根のところです。あ、こんにちは。自ら開けてくださって優しいですね。同じオレンジです。本当だ。同じビタミンカラー。だいたいこういう角ですよね。こういうとこなんですけど、ないか。どこだろうな。ここら辺かな。上の方？上の方。ある？あら。これあんま出さないよ。2つありますよ。これ安全だ、建物の中。ビルドインタイプってあるの？だから開けとかなきゃいけないんだよね。そういうことですね。優しいっすね。優しい。どうだろう。よくヒナいる？でしょ。2匹ぐらいいるんじゃないか。あ、卵だ。卵だ。これから返す。卵が3つある。5つあります。2、3みたいになってました。フルカウントな感じ。よくそこを出すな。ずっとこの状態なんですか。開けっぱなしです。開けっぱなし？それはなんで？ツバメが出入りできる。優しい。いつでもやっぱお外に行けるように。ツバメの住みよい環境にしてあるんですね。わざわざ。こちらは何のお店なんですかね。ここはヤギのミルクで作ったお菓子を。珍しい。お菓子とソフトクリームですよね。ヤギのミルク。可愛い。あ、ちょっと外国の雰囲気じゃん。なんで最初はヤギを飼おうと思ったんですか。23年前に畑をやってあんまり草ぼうぼうだからヤギを飼おうよっていう話になって。なるほど。除草作業を手伝っていただくために。ヤギの餌代だとか飼育費を稼がなきゃいけなくなって。ヤギのミルクを使ってお菓子屋さんをしようっていう順番が優しい。優しい。お待たせします。うわー、あれカップとコーンの二刀流じゃないですか。これどっちでもいける。優しい。サンプルと全然違うじゃん。これお願いしますって言ったらこれ出てくるんですよ。あ、うまそうだね。こういう白いなんだ濃いのかな、牛乳より。わあ、いちごもあって、これは嬉しいね。もう一個。2段。あら、追いヤギ。あ、すごい。見た目もいい。コーンで頼んでもカップがついてる。はい、そうです。これはなぜですか。ヤギのミルクってとっても溶けやすいんです。でコーンでやった時に一度子供さんがドロドロにしちゃって落としちゃってね、泣いてたからあんまりかわいそうだったから。優しい。改良したんだ。これは優しいやんだ。うわー濃い。体感いや3倍ぐらい甘いんじゃないかな。この牛乳の普通のミルクソフトの。うわっ、うまみの150キロ出てますよ。150キロ。はい。濃いわ。ソフトにつけて食べたい。フィナンシェだ。フィナンシェ。これね、ヤギさんのミルクです。ありがとうございます。サービス。ありがとうございます。焼き芋のサービス。焼き芋。焼き芋ヤギと関係ないんだ。あ、でもアイスつけるんだ。そういうことね、うまくなるんだ。合うんだろうな、妹。ナイスバッテリー。合う。名コンビ。これは完璧な組み合わせだ。お値段は500円。安い。500円。安い。そして。良心価格。ワールドチャンピオン級の優しさです。ありがとうございました。